やっぱり高齢化してからな。うん、ちょっとマイクコンリーも難しいかな。だから、俺評価下がっちゃったかな、マイクコンリーも。プレオフ320%ぐらいだっけ、マイクコンリー。レギュラーシーズン40%ぐらい入ってた気するんだけどね。ちょっとね、それは勝てないよな、オフェンスもそうだと。あと、クラークソンね、クラークソンも評価上がんなかったな。むしろディフェンスミス多かったな、クラークソン、マジで。クラークソンマジ結構厳しかったと思うから、来シーズンもしドノバン・ミッチェルとゴベアまだ続けるんだったら、俺はクラークソン放出してもいいかなと思いますね。ただ、ロイス・オニールは、なんかロイス・オニールが出てる時間帯のネットレーティングはめっちゃジャズ高くて、で、オニールいないと厳しいよねぐらいの流れにはなってたらしいから、まあ、オニール残しでって感じではなると思うんだけど、あと、ボヤンね。ボヤンはめちゃめちゃいい、マジで。ストレッチ4の中で多分スキルは一番あるし、ダントツであると思うね。ケビン・ラブもちょっと悩むけど、多分ラブよりも頭2つぐらい抜けてる気するな、ボヤンの。本当にリーグで一番うまいストレッチ4誰って言われたら俺は多分ボヤンって言うんだけど。で、ディフェンスもまあある程度はね、ある程度はできるし。ボヤンとロイス残し、で、まあマイク・コンリーとクラークソンを出して、あとホワイトサイドだな。ホワイトサイドは勘弁してほしいな。海賊版ゴベアにね、ちょっと頼るのは怖いな。ゴベアでそもそもうまく、まあ、難しいな、うまくいってねって簡単に言うのもあれなんだよな。いってるシーンもちゃんとあるし、そこも評価しなきゃいけないから。今、うまくいってないシーンっていうか、いってないとこだけ俺話してるから、いってるシーンもある、いってるデータもある。ただ今、それを俺話してないから、簡単にゴベアのあのディフェンスを悪くは言えないんだけど、まあ、ちょっと俺がコーチとして実際に、特に俺ディフェンシブコーディネーター的な立ち位置なのね、今どっちかっていうと。ATO を考えるのとディフェンシブコーディネートをするっていうのが今主な俺の役割で、で、俺のディフェンス理論だとさっきの5対7理論で抜かれてもいいっていう、だから飛ぼうね、でローテーションしようねっていうやり方だから、それと結構真逆にいるジャズの評価はちょっとできなくて。だから ホワイトサイド、そもそもゴベアでうまくいってないのになんで海賊版ゴベアをね、ベンチから出さなきゃいけないんだっていうさ。だったらね、多分ね、ジャズもそれを分かって、パスカルをセンターで使う時間帯もね、本当に4分間だけあったんよ。4ピリの頭だけ。でも、パスカルを5番で使わなきゃいけない状況が4分でもあるって厳しいじゃん、それ。ちょっと流れ変えたいって、スナイダーが思っての苦肉の策の4分間だと思うのね。でも、それしてる時点で、じゃあホワイトサイドいらなくねって思っちゃうよな。ゴベアのディフェンスはいいと思うよ。そう。ゴベアのディフェンス能力を過小評価してるわけじゃないけどね。さっき途中でも言ったけど、あくまでジャズのスタイルがゴベアの良さを最大限生かしきれてはないよねっていう。だ、どっちかっていうと悪いのはクラークソンであり、コンリーであり、ドノバン・ミッチェルでありっていう。あのガード陣のディフェンス能力が、ゴベアの良さを生かしきれてないっていう評価の仕方ですね。終わります。お疲れ様でした。